こんばんは、ヨスガノです。リーグソロでやっていきたいと思います。リーダーは、レベル26のクレイジーフラワー、バックンレベル9ですね。ステータスはこんな感じです。まあまあそこそこ育ってはきましたけれども、結構小粒には強いんですけどね。大型とか、コスト3には結構ボコボコにされますね。はい、まあやっていきましょうか。はい、お相手さんかけるさんですね。トロールかな。最近コスト4のキャラも増えてきましたね。ゾンビから始まって、ゾンビ、サキュバス、トロール、エルフもそうかな。あ、どうしよう、これ行きましょうかね。あ、そうか、今日から森ですよ。森が始まりました。鳥のチャワ、鳥でバターンが3個。ここはですね、相手馬なしかな。まあちょっとここを取りに行きましょうかね。はい、始まりました。お相手さんは馬がいないようなので、ここの第2取りでは頑張って取っていきたいですね。あぶね、危ないところでした。ここら辺に置いておきましょうかね。あっと、これは危険なパターン。早めに対処したいと思います。開いた。これは痛いですね。おっと、あそこの蜂がね、結構厳しいんですよね。カエル出すには。よーし、あの蜂をね、蜂にめがけて、ちょっとクレイジーフラワー一応存在してるんでね、見えてないですけど、もう少し活躍してもらいたいですね。あ、やべ。あ、ちょっと叩かれてる。変なとこ出してもたね、デビル。なんかずれるんですよ、召喚位置が。もう無駄に剣士出してもうてるわ。あのカニがね、きついですね。カニもハチもカエルのアンチなんで出しにくいです。はい、出てきましたね、トロール。うわー、止まれた。出すしかないしね。もう全然減らされへんかったし、これはきつい、やばいっす。これはもう、うわ、攻めに転じたいけど、攻めんのも厳しいですね。これはもう守りましょう。守るっきゃないっす。ドローって感じですかね。はい、1試合目はドローです。はい、続いてチケット2枚目で聞きましょう。クレイジーフラワー、ちょっと調子が上がってきましたね。
はい、出撃。負けましたね。お相手はゼウス。ということで、苦手なお相手ですね。勝てないんですよね、ゼウスは本当に。お、なんだ、サキバスが来たんで、これにかけましょう。はい、またまた取り手パターンは、3つですね。ただ取りに行けるキャラがいないのは相手さんも同じ。これ頑張って、真ん中の木を倒さないと通過できないというこっちが不利なケースですね。これでももしかしたら木でね、相手を倒せるパターンかもしれない。はい、ドーン。これラッキー。オッケー。これはちょっとラッキーやったかもしれないですね。はい、ここからのですね、展開をご覧ください。ここは結構、下に、地上にいてるけど、バルーン優先に攻撃してますね。結構厳しいかな。落とされましたが、サキュバスがめちゃめちゃ育ったんで、これはもしかすると、あるかもしれないですね。飛んでほしいな。飛んでほしかったな、せめて。え？あ、びっくりした。倒したのか。あ、鎌が決まったようですね。これはいけるかもしれない。これはどんどん行きましょう。ここは攻めるべき。よいしょ。これは勝ったんじゃないでしょうか。はい。まあまあ、クレイジーフラワーはね、相変わらず、ぼーっと、傍観してますけども。カエルが、やはり、活躍でしたね。ジャキーン。はい、ありがとうございます。連続バトルで、行きましょう。カエルかっこいい。チャカーン。お、珍しいですね。フェアリーがリーダーっていうのもなかなか最近見ないですよ。フェアリーがリーダーになったからといって別に大砲が三角になるわけではないので、そこまでは、脅威に感じはしませんね。これでどうかな、行ってみようか。今のちょっとでもサキュバスのパワーアップの仕方はすごかったですね。たまにあんな風に、ガンガン吸い尽くしがね、決まることがありますね。これは一気に第三砦を、狙ってみてもいいんじゃないかな。いいですよ。もうこれはゴブリンを惜しまず使う。いいですね。はい、ここに置いときましょう。いった。せめて木が倒れてからクレイジーフラワーを置けばよかった。
はい、ここまたアマゾネスの戦い。おお、ガンガン数。なんか先バス、なんでしょう。もしかしてなんか修正入ったりしてますか。なんかやたら吸い尽くしが決まるんですけど。めっちゃ決まる。うわ、やっぱ。これはまずい。これは一気にまずい。おお、バックンナイス。おお、またまたバックン決まりましたね。いいですよ、バックン2回決まった。このアシュラ強いな。もう抜けられへんわ。もうあっぶな、下のねアシュラが強すぎてね、抑えれないんですよ。あ、これは負けかな。これはね、ちょっと作戦ミスというか、情けない試合展開ですね。これはやってしまいました。何があかんかったって、何やろう。はい、ボコボコにされてしまいました。なんでしょうね、ちょっとよくわからん間に負けてしまった気がしますね。次は頑張りましょう。でもちょっとさっきの試合なんで負けたのかが、やっぱりちょっといまいちよく分かってないんですよね。なんかバックンに見とれてて、砦をあっさり取られてしまったっていうのはありますけどね。そうそう、バックンってねちょっと見とれちゃうんですよ。なかなか発動しないから、発動したらちょっと嬉しくなって食べてるところって見たくなるじゃないですか。そうそう、動物がなんかご飯食べてるとことか見てちょっと微笑ましく思う感じ、あれですよ、あれに似てるんですよ。だからついついね、なんかもぐもぐしてたらなんか食べ終わるまで見てたくなる。あ、これいける、これはいけるでしょう。いいメンバー来ましたよ。守りも2人いるし、攻めも2体いるし、そして砦は3パターンで、第2砦はちょっと取りにくいですね。相手ゴブリンなんでちょっと多めに出していきましょうか。はい、始まりました。お相手さんのリーダーはサキューバスということですね。あ、これちょっと大砲早かったかな。あれ、ラッキー、これラッキーかな。後ろにクレイジーフラワーを設置しておきましょう。あー、しまった。もうゴブがちょろちょろしてて取られてもたし、やってしまってますね。ここはね、なんか大戦争になってるけど、負けるわけにはいかんのですよ。いいっすね。このフラワーじゃないわ。バルーン落としたい。影が見えへん。どけ。ここが。その頃、カエルがですね、ガンガン城を削ってくれてるんで、このまま、どんどん行きましょう。
ミノタウロスがね、いい仕事してますね。まあもちろんカエルも、もうなんなら、砦行くんちゃいます、これ。砦じゃなくて、落城。やってくれました。ありがとうございます。はい、うちのカエル剣心がね、落城、やってくれました。あ、食べてる。食べてました。多分ゴーストとかがなんかを食べてたんでしょうね。結構バックン出てるのかもしんない。ああ、やっぱりサブリーダーの運用と全然違う。もうサブリーダーやとね、バックンっていうスキルがあったのかなって思うぐらい発動しないんですよ。本当に試合中に一回見れるか見れないかのね、レアスキルなんでね。もしかすると、リーダー運用、の方は、ちょっと使えるレベルかもしれないですね。わあ、これ微妙やけど、ここら辺で手を打っておきましょう。はい、始まりました。第2砦で、お相手さんも剣士で来る感じですね。お相手さんのリーダーが、サイクロプスということで、僕の割と苦手なリーダーなんですよね。よっしゃ、ナイス。ここはもうがっちり固めていきましょうかね。こんな感じで。あのワイバーンはね、いい感じのところで、ケロで落としたいところですね。頼む、飛んでくれ。あかん。やばいやばい。これは、あー、もったいない。もう、飛ぶんやったら飛ぶって言って。あ、でもケロがね、城前で、いい仕事をしてるね。ワンパン入った。ナイス。はい、まだこっちケロいるんでね。あー、お相手さんちょっと後ろ厳しそうなんで、ここはもう無慈悲ではありますが行きたいと思います。ここはもうケロ止めれないでしょう、多分。ちょっとダメ押しのドラゴンまで出しちゃったんで、多分これはいけると思いますよ。ありがとうございます。はい、見事、完全勝利と。いうことで、今回の試合はバチッとハマったんじゃないでしょうかね。はい、次行きましょう。今回のデッキは運が良かった。防御と攻守、攻撃も防御もね、きちっと二手に分かれて、サポートに何でした？猫とリザードマンがいた感じですかね。違うわ。カタパルトとマーメイドか。とてもいいメンバーでしたね。頑張ろう。リトライ。いいね。これでいこう。十分戦えるデッキじゃないでしょうか。ちょっとね、迎撃がクレイジーフラワー一体なんで、心細いとこはありますが、ここは頑張ってもらいましょう。しかし、第2トリガーが飛んにくいな、これ。ちょっと、はじめ、剣士ちょっと多めに使って、ちょっと強引ではありますが、飛んでいきましょうかね。OK、これなかなかいい感じに、さっきから砦取れてますよ。
そしてフラーを置いておいて、置いておいてですよ。ここから、ここね、一気にカエル使う。どうなってるかわからんけど、死んだし。マジっすか。これは厳しい戦いになりそう。頼む。痛い。ドラゴン強い。寝てほしいな。下に行けない。きつ。あかん、取られた。これはね、なんていうか、なんて言えばいいんだろう。アシュラ止めれないんですわ。アシュラが止めれない。え？花は花。クレイジーフラワーはいずこへ。あ、これもう無理ですね。こんな小粒じゃアシュラ止めれないっすわ。はい。ありがとうございました。これは、ワイティさんすごいですね。とてもいい攻め方をされたんじゃないでしょうか。フルボッコということで、ありがとうございました。強かったですね。強強強っていうだけのことはあって、本当に強いお相手でした。ありがとうございました。行こう。ちょっと攻撃じゃないわ、進撃タイプが多いですけども、うまいことハマればきっと強いかも。お相手がロボットということで、ロボットもね、まあ、ミノタウロスど真ん前に置いたらなんとかいけるような気がするんですけどね。あ、これちょっとさらっと取れましたね。ここいい感じかな。いた。今回慎重に行きましょう。慎重にね。剣士負けは確実にしてるんで、慎重に、あんまり剣士を出さずにね、行きたいもんですね。剣士出せば出すほど負けちゃうんで。あのサキバスがね、やめて。危ない。これで OK。まだそんな空いてんのか。よし、いい感じで分回しが入って。うわ、そんなとこから乗んの？あれ？乗ったか？あ、乗られたか。やられた。食べたか、食べてくれた。ラッキー。よし、ナイス。釜でね、果たしてクレイジーフラワーがやられるのかどうか。結構いい感じに戦ってくれてますけどね。ただし時間がない。この時間がないところ、また食べた。食べた食べた。いい感じいい感じ。しかも食べるの早い。いいですよ。
これはワンパン入ってほしい。よーし、オッケー。また食べてる。いいですね。今回の試合どうでした？なんかクレイジーフラワー役立った気がする。初めて。いいね。こういう感じが楽しいんですよね。今までこんなん見たことないし。なんか初めてクレイジーフラワーっていうキャラを使った感がありましたね。食べては最小感、食べては最小感っていうね。実際食べられた方は、まあ言うたら即死ですからね。即死させられれば、相手、キャラ復活すれば、コスト1個、ね、プラスなるまで、かなり食べられた側はきついんじゃないかなと思いますけどね。ああ、これちょっと、早めに置くと、木をぶん殴りに行きそうなんで、ちょっと、ゆっくり行こうかな。うわ、相手の方がこれ完全有利やん。あかん。あれはあかん。ウサギが出てきよった。よいしょ。この辺に置いといたら、いいんちゃうかな。待ちなさい、ウサギさん。いいよ。さて、あの亀や。問題は。痛い痛い痛い。よし。痛い痛い。第一切り出すぎやろ。第一切りぶっ壊れか。よし、食べた。よし、守るぞ。オッケー。これは一気に行きましょう。なんとかなるっしょ。なんとかならんかな、これ。厳しいか。おっし、ナイス。うわ、このバルーンはあれや、リーダーやから大砲で落とされへんな、とか言いながら、とか言いながらチャレンジするけども、勝った。あかん、無理や、きつい。なんとか落城を防ぎたいね、せめて。一気に来そう。はい、ありがとうございました。今回のリーグ、ソロリーグはこれで終了ということにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。また明日もやります。お願いします。